こんばんは。あほー、こんばんは。こんばんは、こんばんは。こんばんはに。ハロー。ハロー。フードかぶってると冬みたい。え、みんな信じられないと思うんだけど、私このジェラピケの下に長袖着て長いズボン履いて上着着てる冬でした。なんかね、ご飯食べた後急に寒く感じて、そう、上着着てそのままなんか気づいたら死んだように寝落ちしてて、でその時になんか謎に一回起きれたんだけど、そっから記憶がないままベッドで10時半ぐらいに目覚めて、あれ？みたいな思って、で、あ、やばい、公園遅刻するわみたいな思ってそう、やばいやばいやばいみたいな、そうって思ったら全然翌日じゃなくて夜の10時半とかで、何が起きてるんだろうみたいな、なんか気づいたら寝落ちしててこの時間になってて、ご飯食べた以降何も記憶がないんだよね。でさ、私あのどんな時でも勉強欠かさないでやってきたんですけど、なんか初めて欠席しちゃった。ずっと用意してたのに。そう、なんかテキストも用意してたし、ログインもして、よし始まるって思ってたんだけど、なんか初めて寝落ちして、気づいたらもう出血終わってるような時間帯だったから、これもうダメだと思って、そっから記憶ないんだよね。また寝ちゃったんだろうな。珍しい。え、本当に珍しい。私この半年間あのコンサート公演他の案件でどれだけ忙しくても一回も休んだことなくて、それを、そうなの、疲れてるんだろうね。なんか無自覚のまま疲れてるんだろうなって思った。そう、でもなんか最近リハだけでちゃんと体も動かしてないし、ジムも行きたいって今日すごい張り切ってたんだけど、ご飯食べてる時、そう、ご飯食べてる時はもう今日は絶対にジム行くから、そう、今お風呂入ったらもったいないわとか思ってたんだけど、そんな状態じゃなかった。いいか、めちゃめちゃ乾燥したんだと思う。そう、喉がめちゃめちゃ多分乾燥してしまって、あ、これやばいと思って、乾燥なのか風邪なのかわからないけど、そう、薬飲んだら多分それが落ち着いたんだと思う。それのおかげで多分体が落ち着いちゃってまた寝ちゃったんだろうな。そう、でもね、あんま体調はちょっと数日前に喉が痛くなったりだるくなったりってのあったんだけど、まあ、薬のおかげでなんとか持ってるので、そう、大丈夫です。明日の集合はね、今日よりは遅いだからよかった。今日より多分3時間ぐらい寝られるプラスして。今日やばかった、ほんと多分みんなやばかった、メンバー
今日朝一緒の曲やったメンバーが多分一番朝早かったんだけど、その後も全然みんなスケジュール詰まってたから、多分みんなやばかったと思う。今日よく頑張った。ファンの皆さんもいっぱいリバースとかメールとかの返信で頑張れって言ってくれてありがとう。なんかちゃんと見てて、そう、楽しみにしてるねとか頑張ってねって書いてあると元気出る。そうなの、昨日やっぱ日付超えちゃってさ配信できなくて、申し訳ない。そう、寝れる時は寝るって決めて、もう今日も隙間時間もずっと寝てた。そしたらみんな寝てたそう、みんな隙間時間全部お昼寝タイムと振り起こしタイムね、季節の変わり目体調管理大変なのもある。気温差もあるし、スケジュールも思ったよりきついし、なんかなんだろう、去年の武道会よりなんかスケジュールきつく感じるけど、なんとか頑張ってる。レッスン場に仮眠室作りましたね。作りたい。なんかカウンター席みたいな壁沿いに席があるの、テーブル、狭いこうなんかバーって一列のテーブルみたいなのと、なんかあの背の高い椅子みたいなのがあるんだけど、あそこで突っ伏して今日2時間寝ちゃって空き時間もう足パンパンやばかった。そう、下に足下に降りてるからパンパンすぎて、そう、なんかね、空き時間3時間とか4時間とか謎にあって、そう、でもね今日ねもう本当にどうしようってなってたところに、せりちゃんと一緒にご飯に行って、昼ご飯一緒に食べに行ったんだけど、そう、そこで話してご飯食べて、でその後せいちゃんはすぐにリハがあったけど、私は空いてからリハだったので、その空き時間でご飯食べた後にそこの突っ伏してカウンターで寝るっていうひどい。そう、仲良しせりちゃん、じゃけこの後なんかある？なんもないです。ご飯行こう。最高です。ゆず恋は今日あったよ。ゆず恋今日あった。話して今日一緒のリハはなかったんだけど、時間だけ被ってたから話した。さっきもちょっと LINE した。かき氷仲間だね。そう、かき氷も食べたいねって言ってたんだけど、さすがに本日一食目が氷はまずい。競輪コンビ、あ、そう、あの日刊現代さんで、あの前回あった、競輪のガールズ競輪の記事が あったと思うんですけど、第2弾ということで、土曜日の夕刊ですね。夕刊だよね確か。そうそう、土曜日の夕刊、30日発売の夕刊で、ガールズ競輪についてレクチャーを受けた記事があります。出ます。なんかあんまりめちゃめちゃもともと詳しいわけじゃなかったし、なんか自転車競技っていうものがあるのは知ってたけど、ルールとかも細かいことも何も知らない私たちに
なんかね、すごいたくさん取材って形だけど、私たちが質問することもあるけど、ほとんどなんかその場で映像とか資料とか使ってお話もしてくださって、へえって思って、少しずつ理解しながらガールズケイリンの良さをまたやっていければいいなっていう企画になっております。またね、その大きい大会とかがあった後にもしかしたらね、お話聞ける機会があるかもしれないかもとか、うん、いう話もあったりして、コンビニよりキオスクとかニューデイズとかそっちの方が手に本当に知らないと質問もできないですもんね。そう、でもまっさらすぎてもう全くさ、なんかへえで終わっちゃうから、うん、なんかね、もらった資料とかその場にあるのでゆっくり見て本当にそんなものでもいいんですかみたいなレベルの質問とかしてるけど、そう、石井ひろ子選手が、2回とも来てくださってお話してくださってたんですけど、めちゃめちゃ優しくて、そう、すごいね、分かりやすいし、なんていうのかな、本当に初心者でも分かるようなところからケイリンの魅力を伝えてくださってるおかげで、私たちも少しずつ理解してきました。うん、競輪選手の太もも、めっちゃかっこいい。なんかね、スタッフさんも言ってた、その競輪選手の太ももがその超絶かっこいいので、その発達した筋肉のこの周りと多分アイドルの皆さんのウエスト同じぐらいだと思いますよって言われて、確かにどうやったらそんなに太ももって発達するんだっていうぐらいトレーニングの成果ががっつり下半身に出ててかっこいいんですよね。そのトレーニングの話とかこういうことをしてるとかいうのも聞いたりしてました。バンクの傾斜ってすごいよね。ね、映像でしかまだ見たことないけどすごいなぁと思っていつかね、なんか生で見に行きたいですっていう話もしていますね。なんかこう行動範囲内にあるけど行ったことない、なんかさ知ってるけどっていうのあるよね。昨日久しぶりに会えて元気もらえた、実は握手初めて。そうだよね、昨日握手会、握手自体が初めてだった方多かったです。ありがとうございました。野良猫さん結婚して10個投げてたダメです、ダメです。888日連続配信ありがとうございます。キリバン来た、パチパチやんパチ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 、めちゃくちゃ眠そうだね、なんか頭働いてない今日。
本当はジム行きたかったけど、多分これでジム行ったら怪我すると思うから行けないや。競輪選手の太ももたちゃけど腹筋だって。マジで最近本当にジムに行けてなくて、トレーニングできてなくて、腹筋もできてなくて、もう腹筋なくなっちゃって、もうすっごいショックで、ショックだからこそやりたいんだけど、もう体力が追いつかなくて、でもなんかそれがすごいストレスで、めっちゃ行きたいのにできないのがイライラする自分に。でも多分そんな余裕はないし、行ったらマジで怪我する。マシンから落ちて怪我とか笑えないんで。そう、でも走りたいし、いっぱいやりたいんだけどな。笑えないです。めちゃくちゃ面白いですけどね。アイドルがマシンから押して骨折しましたそう、本当にね、逆に体調にも影響しそうだから。うん、そう。でもなんかもう衣装入んない気がするって思いながら、昨日の衣装も入ったからいいんだけど、もうなんか明らかに見るからに太ったんだよね。そう、でももうなんか食べ物を今まで我慢できてたのに、もう我慢もできなくて、やばいんだよね。本当にやばい。どうしよう、いいのかな。いや、もうこれで明日衣装パンパンになってたら、もう私やっていけないかもしれない。サインは何枚か書けた。サインはね、あの書くぞってストーリーにあげた日に全部書き終わったよ。もうね、マネージャーさんに渡して提出した。うん、ちゃんと提出して了解ですって言われてる。5枚だけメッセージ付きの当たりを入れたので、ゲットできますようにと祈っております。そうだね、一回体調崩すと栄養を求めちゃうってのあるよね。その分体力がつくっていうポジティブなコメントを見て元気が出た。確かにいっぱい食べないと。でもなぁ、本当にやばい。なんかもうなんかさ、そう、今までこんなところにお肉ついてなかったっていうところにお肉がついてて、で筋トレもしてないから筋肉も落ちてて、一番良くない。脂肪しかついてない。泣いた。でも体重は軽くなってるの、だから筋肉がただ落ちた。もうショックね。サウナ行ってリフレッシュしたいな。なんか今サウナより睡眠よりなんだ優先順位。そう、でもなんかサウナより睡眠になっちゃってる時点で多分やばい。そう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 なの。おたけさんさ、筋肉つきやすくて離れやすい体質ね、よくご存知で。やだな。そう、一旦生活習慣整えたいけど、なんかね、整わないスケジュールだから、頑張ってこなす。1ヶ月後には多分どんなに抜け殻になっても誰にも何も言われない日があるので、それまでは駆け抜けます。そう、そうすればコンサートまで駆け抜ければ、いつサウナ行ってもどれだけ寝ても大丈夫な日があって、みんなに心配をかけない
ので、今は無理せず頑張る。ありがとう、みんなからプラスなコメントもらうとちょっと元気が出るので、なんかウィバースとか突破メールとか SNS のコメントで励ましてください。応援するしかできないけどって書いてあるけど、応援されることが一番力になります。明日は公演と振り入れなので頑張る。公演は絶対楽しくて頑張れるので応援しててください。13位ラッコさんありがとうございます。12位クニヒロさんありがとうございます。11位ナベトラさんありがとうございます。10位僕にできることさんありがとうございます。9位ヤンさんありがとうございます。8位メキシカンサンタさんありがとうございます。7位オナジュンさんありがとうございます。6位スノーさんありがとうございます。5位ハーブのザメさんありがとうございます。4位ユキンコさんありがとうございます。3位小次郎さんありがとうございます。2位焼きそばさんありがとうございます。そして1位は奈良猫さんでした。ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。ゆっくりする。今日はもう走っちゃいけないって思ったからお風呂入って寝る。ありがとう、公演も頑張る。出し切ります。ありがとね。おやすみ。バイバーイ。